京芸術大学大学院出身の課程で、現在は博物会の常任委員を務められていらっしゃいます。横浜で芸大同期生との共同アトリエ、アトリエ21も主催されているという広瀬先生です。広瀬先生は美術館や画廊での作品展示だけではなく、音楽家やダンサー、詩人などとのコラボレーションを通じて、絵画の本質を問い直すような活動を伝えています。ライブペインティングの手法を通じ、目の前の人物のその存在感を画面に映し取る、実際が目指されているというふうに伺っております。今回、今3枚目になりますが、初めて画像のサムライン、